いたしまして、調布グループ第2部は第、皆さん4名による演奏でございます。ではご紹介いたします。グループメンバーはまず新井康子、そして再び山口芳生、そして奥山雅彦、伊佐郷誠、以上4名でございます。拍手ありがとうございます。初めの曲はラ・マラゲーニアです。これはトリオ・ロス・パンチョスの演奏で大変有名なラテン音楽の名曲でございまして、スペインの港町マラガに住む娘に片思いをした男を歌った曲でございまして、1938年、昭和13年にメキシコの作曲家エルピディオ・ラミレスが作曲しました。これはスペインマラガ地方の民謡風に作った曲と言われております。そして2曲目、こちらは歩いて帰ろう、珍しくお子さん向けの、ね、曲なんですけども、子供向けの番組でありますポンキッキーズ、これのオープニングテレビ曲になっておりまして、作曲はロック歌手の斉藤和義でございます。斉藤和義さんの初期の大ヒット曲でございまして、ライブではですね、必ずこの曲が演奏されるという大変人気のある曲でございますね。はい、それでは、2曲続けての演奏になります。まずラ・マラゲーニア、そしてポンキッキーズのテーマソング歩いて帰ろう、2曲続けてお送りいたします。